週末土曜日曜の天気をお伝えいたします。まず天気図見ていきますと、北日本は西高東低冬型ということで寒気が流れ込みますけども、西日本東日本はこの低気圧、前線の影響で、ぐずついた天気ということになります。7日になりましても、その気圧配置あまり変わらず、北日本は天気回復するんですけれども、西日本東日本は、前線低気圧の影響で雲が多い天気ということになります。天気アイコンを改めて見ていきますと、北日本特に6日北海道は、雪が降りやすい天気となりますし、その他のところもおおむね雲が多く弱い雨が降るといったところも出てきそうです。また6日7日とですね、気温が大きく変わるということになります。体感が大きく変わりますので、体調管理気をつけていただければと思います。